Bobby. ヨドマリ石をここに置いてくれ。すでに宝石の加工を請け負う職人を呼んである。後で儀式に必要な器具を作ってくれるはずだ。そういえば急いでいたからまだ講師に会えてないな。職人への支払いは、そうするしかないな。ところで、ここが操船儀式の会場になるのか？ああ、この場所を貸してもらい、儀式の準備を行っている。そうだ、同じ場所だ。これはリーウェ七世が黙認している。ここであんな大事件が起きたばかりなのに。あ、そういえばオイラたち容疑者だから戦艦軍には気をつけないと。でも絶雲の間から戻った後、戦艦軍に狙われることはなくなった気がする。一体どういうことなんだ？それとここに残っているガンオーデイ君の体、伝統的な呼び方を用いれば先祖の亡骸だ。そうだ、その名前だ。勝利は何でも知ってるんだな。それで先祖の亡骸は七星に隠されてるんだよな。まだ犯人は分かってないんだろう？七星は犯人の心当たりがすでにあるようだ。もしくは犯人への手がかりを全て揃えたか。そういうことは玉慶大の偉い奴らに任せておけ。彼らの心配をしてもただ悩みの種を増やすだけだぞ。儀式が行われるまで先祖の亡骸は一時的に黄金屋に保管されている。黄金屋って？リーウェ唯一の造幣局であり、テイワット唯一の造幣局でもある。七国で流通するモラは全てそこで作られているんだ。いや、別に悪いことなんてこれっぽっちも考えてないぞ。ただモラクスがいる場所にふさわしいなと思って。でもなんで勝利はそんなことを知ってるんだ？操船儀式は七星に黙認されている。いわば半ば公式の催しだ。だから俺も内部の事情に一部精通している。それぞれの目的があるのだろう。でもまあ、この商業の都ではたまに人に利用されることも受け入れなければならない。契約の神が治めたリーゆえでは契約だけが裏切らない。契約以外のことは俺は特に気にしていない。さあ、そろそろ儀式に必要な高校の用意に取り掛かろう。高校？どこで手に入るんだ？店で買えるのか？いや、神へ捧げる高校を作るには芸商花が必要だ。その品質も特別なものが必要になる。芸商という名の花はその花弁が上等な繊維素材ゆえ絹織物に多く使用されている。その香りは清らかで上品な美しさがあり、
神への貢ぎ物など厳粛な場にふさわしい代物だ。また勝利が上流階級の豆知識タイムに入った。詳細は割愛させてもらおう。まずは俺と共に商人から材料を買いに行くぞ。芸商花？もちろんあるよ。どの種類をお探しで？種類？一番品質のいいやつがいいよな。芸商花ってそんなに種類があるのか？何も知らない他国の人間か。そんなことを聞くとは。金翼増強、山の花錦、氷美をたる千円。この3種類の芸商花をそれぞれ一株見せてもらえないか。おお、お客さん苦労とですな。隣の二人は召使いでしょうか。召使いなら旦那様より先に口出ししない方がいいぞ。さあさあご覧ください。何か質問がありましたらぜひ遠慮なく。育った環境や交配状況によって芸商花の特徴は変わるが、店主が用意したものはどれもいい状態で保存されているな。例えばこの品種、枝が生い茂り、風井が金の屋敷に隠された美人を思わせるこの様、緑の葉が長く育ち、その多くは水の条件が複雑な場所で成長する。そしてこっちだ、山の陰や湿気の多いところにある芸商花は花弁が大きく育ち、花蕊が密集しているため香りが濃くなり、まさに花錦の名にふさわしい。最後の品種は枝も葉も花も密度がかなり低く、花が咲く時の香りも淡いが一番長く持つ。個人が仙人の元を訪れるため山を登った時偶然見つけたものだ。しかし今となっては野生の芸商花の多くはリーゆえの地理の変遷により絶滅している。そのため現在は人工栽培の方が多くなっているんだ。はあ、旦那は詳しいですな。私もそこまでは知りませんでした。たしなむ程度だ。こちらの旅人の方が侮れないぞ。いつか大陸を踏破するものになるだろう。褒めすぎだぞ勝利。それで
この3種類の芸商花のうちどれを選べばいいんだ？店主、全部もらうぞ。またか。芝居を見るときは一番人気の役者を選び、鳥を飼うときは貴重なガビチョウを選ぶ。それが人生というものだろう。だが今回3種類とも買うのは俺の人生の心情が理由ではない。知らないとは思うが、伝統によると品種の異なる芸商花をそれぞれ高校にし、七天神像の前に捧げることで岩王帝君が気に入ったものを選んでくれるそうだ。こういう古い時代のしきたりや一部複雑すぎる伝統は徐々に簡略化されていったがな。しかしこれは3700年間七神の一座に属してきた神の創選儀式だ。やはり伝統に従い高校を捧げることにしよう。ふん。それで、うん、モラは持っているか？またモラを持ってきてないのかよ、勝利。お客さん、すみませんが一つお聞きしてもよろしいですか？これらの花は岩王帝君に捧げるものなのですか？そうだけど。はあ、それなら早く言ってくださいよ。あのゲーセン儀式の後、私も良くない噂をいろいろと聞きました。不吉なことは口にしたくないので割愛させてもらいますが、とにかく岩王帝君のことが心配で、あの噂が真実なのではないかと気が気じゃなかったのです。岩王帝君のためならお金は取れません。私からの気持ちということにさせてください。いいのか？岩王帝君がいなかったら私みたいな一般人の住む場所などなかったのです。過去に岩王帝君が歌を作っていなければこの芸商花だって重宝されることはありませんでした。今まで見聞きしてきたリーユへの風土や人情って神様が与えてきた恩恵の結果だったんだな。とにかく礼を言う。これで俺たちの憂いは一つ解消した。金を忘れてきた勝利のせいだろう。いえ、ほんの気持ちですよ。花は手に入れたけど、これをどうやって高校にするんだ？できれば高校を作れる職人を探したいが、俺の知り合いにそのような人物はいない。うん、勝利の友達はみんなお金持ちだろうしな。だから都市の中を探してきてもらえないか？普通の家庭の女性であれば作れるかもしれない。そういうことならいい香りのする女性を探せばいいんだよな。まあ悪くない仕事だ。七天神像の付近で待っている。高校ができたらそこで合流しよう。冒険者協会に作れる人がいるかもな。嵐姉さんに聞いてみるか。確かリーユエ支部の会長だよな。悪いね、もう長いこと依頼は受けていないの。他の冒険者は当たってちょうだい。依頼を出すほどのことじゃないんだ、ちょっとしたことだよ。
てくる。ここギルアッターは。あなたたち私をからかってるの？バカにしてるわけじゃないわよね。私はいつも外を走ってるの。そりゃ見た目には多少気を使ってるけど、いい匂いなんてとても。でも嵐姉さんから確かにいい匂いがするぞ。高校じゃないなら何の匂いだ？そう言われてみると確かに何か香るわね。あ、もしかしたら戻ってくる時に積んだ精神じゃない？ずっと持ち歩いてるのよ。ああ、そっか。嵐姉さんも花を摘んだりするんだな。薬に使うからよ。はい、この話は終わり。高校なら、キメに聞いてみたら？あの占い師のお姉さんだよな。うん、確かにいい匂いがしてたかも。じゃあ行ってくる。ありがとな。貯金した方がいいだろ。あら、何かご用かしら。なあ、ちょっと聞きたいんだけど。ごめんなさい、こんなにストレートに言われるとは思わなかったわ。でもあなたのことまだそんなによく知らないし。普段高校を使ってるか聞きたいだけだけど。高校なら使ってないわよ。化粧品に香りがついてるからそれで誤解させちゃったのかしら。普段は埠頭の付近でお店を出してるから、高校なんか使ったら下心ありありの船員どもが寄ってくるかもしれないでしょ。そうか、残念だ。でも高校といったらウグイスの手作り高校を知らないの？ウグイスって春紅葉のあのウグイス？そうよ、彼女の作る高校はお金持ちのお嬢さんたちに人気でね。彼女が作ったものは市販のものよりずっといいって聞いたわ。やった、情報ありがとう。これでまた一歩前進だな。あら、やっと来た。待ちくたびれたわ。え、どうしてオイラたちが来るって分かったんだ？ええ匂いがする人を狙っとる二人組がおるって聞いてな。なかなか来おへんから心配したんよ。ある意味、うちの魅力に対する試練やろ。狙っている？なんか、オイラたち変質者みたいになってないか？噂が噂を読んでどんどん膨れ上がっとるよ。言葉は気ぃつけて使わんと。でも安心し、効果を作ってほしくて来たんやろ。どんなものがええ？いっぺんに3つも作らなあかんの？
若いのに意外と欲張りやね。まさか噂ってほんまなん？高校を送る相手を探しとるって。切羽詰まって言い訳しようとしとん？たとえ神さん相手でもこんな種類いらんやろ。嘘が見え見えやよ。なあ、この伝統は忘れられて長いって勝利が言ってたな。とにかく恋はしたもの勝ちとも言うやない。あんたが間違っとるなんて誰も言わんよ。ふん、何言ってるんだ。はいはい、ほな作ります。その代わり助手をお願い。高校を使っとる間はうちだけ見なさいよ。さて、どこで高校を作ればええかしら。あら、バーミンド？ええチョイスやわ。ほな、行きましょか。Lampau gede anjir. ウー師匠に言っといたわ。そろそろ始めましょか。責任の準備はできたやろか。あ、助手としての責任やよ。うちが準備しとる間にまずは水汲んできてくれへん？ぼちぼちやね。次は合成台で芸商花からオイルを抽出しようか。高校の作り方は錬金術とはだいぶ違うんよ。こんな感じに優しく杵を握って手のひらをぴったりくっつけた方が滑りにくくなってええよ。あとはあんたの慣れたリズムでやったらええわ。芸商花の水分が。やっぱ素質あるわ。すぐ理解しはった。ほんなら材料持って近くの合成台でやってみましょか。3種類とも作るんよ。オイルの段階やと見た目がかなり似とるけど、高校ができたら違う箱に入れてるから。
カフェにいらっしゃい。食べ過ぎたか。うん、営業商売やね。残すは一番肝心な工程や。さっきのお水の中に入れて水分が蒸発するまで弱火で煮るんよ。この時の火加減がほんまに大事よ。強すぎたら香りに影響出てまう。火加減のコントロールに注意してな。これが最後の仕上げやから。芸商花の水分が一滴も残らんようしっかりな。よし、無事に3種類とも高校ができたわ。ええ仕事っぷりやったよ、助手さん。あんたって心の思いのまま努力できる人なんやね。貴重やわ。さて、それぞれの高校について紹介してあげるわ。タイプの子に合わせてプレゼントするんよ。けしからん。けど一応聞いておこう。一つ目はな、甘くて夢にあふれた感じ。若い女の子が好きな香りやね。二つ目は高貴なイメージがあって、お金持ちのお嬢さんが気に入ってくれるはずやわ。最後のは優しい香りやけど長持ち、ほんのりスモーキーさを感じさせる大人の女性に受けがええと思うよ。ちゃんと覚えと、間違ったら大変やよ。やらしい。うちに手伝ってほしいことはこれでおしまいやな。ほんなら最後にある言葉をあんたにプレゼントするわ。三またするんやったら、まずどこから着手すべきかよく考えなさいよ。時間あったらまた春光用においでな。これで三種類の高校が手に入ったし、早く七天神像に行こう。勝利が待ってるぞ。食べ過ぎたか。もう少し我慢。さすが EU 人。中原の貯金した方がいいだろう。